はようございます。伊藤由香です。私たちの身の回りを華やかにしてくれる色、例えば赤。普段何気なく一言で赤と言ってしまいますが、赤の中にもいろんな赤があります。私たちが一人一人違った個性を持っているように、色にも個性があります。このコーナーではそんな色について勉強していきます。今日の色は群青です。濃い青だね。ルリ、ラピスラズリっていう名前でも知られている宝石を知っていますか？これを砕いて作った顔料が群青です。ウルトラマリンとも呼ばれています。宝石本来の色と宝石から作った色、ちょっと違うことに注意してくださいね。この顔料は古代から美術品に使われ、金よりも高価で大変貴重なものだったようです。宝石を砕いて作ったんですものね。さて、この群青の元になるルリ、これ自体もルリ色として大変有名です。地球の青色を例える時にも使うことがあり、美しい青の代表選手です。次はメイクの高野さんにルリ色を見せてもらいましょう。先週はね、青色を見せていただいたんですけれども、はい、それに引き続きちょっと似た色になりますが、はいすね、ルリ色よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまずちょっとルリ色の説明を、うん、前回使った青よりも、はい、もうちょっと白が混ざってるって思ってもらった方が、はい、まあ、難しいことも分かんないんで、まあ、簡単には前のやつに白を足していけばルリ色っぽくなるんですけど、うんうん、今日はそれに近い色があるんで、それを使って、綺麗な色ですね、はい、お追いかけしていきたいと思います。はい、なんかね、宝石ってさっきもね、説明で、そうですね、うん、で、前回塗ってるじゃないですか、うん、で、それにこれに白を足していけばなるんですけど、まあ、それと同じで前回塗ったところの上に、そう、化粧って面白くて、はあ、濃い色が一番下に来るんです、うん、でそこからどんどん、まあ、白を足していくじゃないですか、明るい色を塗っていくと自然にグラデーションっていう、うん、あ、じゃあ濃い色から塗った方がいいのか。そうです、多分絵の、まあ、みんながお絵描きする時も一緒だと思うんですけど、うん、濃い色から塗って上に明るい色を重ねた方が同じ色でも自然になるから、うん、それをみんなやってもらえれば、うん、このあんまり差がない方がいいってことですよね。そう、あんまり差があると結構難しいんですよね、うん、ここに境目からこう、もうその上から抜ける感じですね。うん、なんかちょっと目が腫れぼったい時とかは青とか私使いますね。あ、まあそうね、うん、もうちょっとそれに白混ぜたりとかして、うん、ハイライト白でね、青とかも綺麗で、そうですね、これだけで目が大きく見えるから本当面白いで、こう、まあ、お絵かきもそうですけど、なんか色の上から、うん、ちゃんと乗っけてあげた方が綺麗に、なんかその境目からみんな乗っけちゃうじゃないですか、うん、そうすると色が分かれちゃうから、もともと黒い上に明るい色抜けても色ってグラデーションになってくるから、だからもう黒い色の上にこうやって薄い色を乗っけていけば自然と際が明るくなってくる、綺麗、うんうん、子供の頃の塗り絵を思い出します。本当にメイクって塗り絵と一緒で、うんうんうん、ただ難しいのがお絵描きって平面で人間の顔って立体だから、ね、のっぴりしたね、メイクになっちゃったら大変ですよ ねこんな感じで、はい、はい、ありがとうございます。涙、何か楽しいお話をして、子どもの頃の夢を聞かせて、生まれて初めて見た海の色を教えて、
生まれて初めて恋した人の香りを教えて。目を閉じる前に何が見たい？私の横顔で満足？何か泣けるお話をして、子供の頃の傷を開いて。生まれて初めて見た夜の色を教えて。生まれて初めて求めたぬくもりを数えて。目を閉じる前に見た愛は何色だったの？私に見えたのはあなたの涙、瑠璃色の涙。瑠璃色、いかがでしたか？みんなも身の回りにある色、もう一度よく見てみてね。ではまた来週。